アロットオブライフ、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 あった。マリカのこと、こんばんは。しっかり見ててね。じゃあ MV ライブを見たことがない人のために今からやります。見とけよ、見とけよ。はい、こんばんは、いらっしゃい。あ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗なんだけど、やばい。あ、すげえすげえ。いや、俺も初見だわアロットオブライフは俺も初見。めっちゃヌルヌル動いてんだけど、すごいこれ。え、この MV、え、なんかさ、YouTube で見るよりすごくない？え、気のせい？え、なんか倍速かかってない？え？あれ？あれ？ちょっと待って。え、なんかすごい動き早いんだけど。え、こんな早かったっけ？え、なんかすごい、ダンス早くない？この子たち。すごい早いけど、どうしたの？え、なんかこれ、え、倍速かかってるこれ、もしかして、え、なんか MV 倍速かかってないですか？え、なんか真っ暗なんですけど、あれ、待って、 MV 終わったんですけど、ちょっと、あれ、じゃあ MV どこ行ったんですか？ちょっとあれで、あの背景ずっと真っ暗なんですけど、俺の初見 MV ライブがどうなってんの、もうだからあんなヌルヌル動いてたんだ。よくできたね。よくできたじゃないよ。まあ MV ライブが見たことない人のために今やったんですけど、まあこれがね、MV ライブです。たまにね、まあちょっとバグっちゃうのも MV ライブです。なんやねん？なんやねんこれ。ねえ、初見、俺の初見プレイ。経験則で言うと、一回通信状況が悪くなると倍速になる。レッスンの成果を見せるのよ。やけにさ、早いと思って、なんかどっからおかしくなった。やけにさ、ぬるぬる動いてんなって思ったのよ。今回大丈夫だろうな。いや、でも途中まですごかったよね。途中まですごかった、本当に。ああ、めっちゃ綺麗。じゃあ今回はね、MV ライブをやったことがない人のためにね、まあ、試しに見せようと思います。 MV ライブはこんだけすげえんだぞっていうところを。今回、アロットオブライフね、ちょっとこれはね、私も初見なんですけど、めっちゃ綺麗、本当に。こんな綺麗なんだ。お、なんか、さっきのヌルヌル感なくなったんだけど。倍速かかってないからさ、ヌルヌル感がなくなった。あ、いいね。カメラすごい動くな。酔うわ、酔ってきた。なんで MV ライブをやりながら酔わないといけないんだ。でもなかなかないよな、こんだけカメラ動く MV ライブは。
いや、いいね。はい、現実に戻されました。あんな綺麗なライブを見てたのに、もういきなり現実に戻されたよ。グルミクの MV ライブやって思ったことが一つあってさ、ライブが終わって MV 完全に終わって、そしたら瞬間的にこのクラブアイテムのこのなんだろう、この通常のライブの画面に戻されるのよ。そのなんか瞬間的に入れ替わる瞬間がさ、なんか夢の世界からさ現実に戻された感がやばいんだよね。わかるかなこれ。もう MV の世界にさ入り込んでたのにさ、もう一瞬で現実に戻された瞬間、これがわかる。気が散ってリズムゲーなんてできない自信がある。途中までは素晴らしいよ。一瞬で現実に戻されるからな。今日は帰ったらどうしよう。なんか出るまで。外すごく荒れている嵐だ、ね、外すごい荒れてる、やばい、風めっちゃ強い。なんか来い、なんか来い。なんか星音来ねえかな。来た、忍ぶ来いや。なあ忍ぶ来いよ。忍ぶノイズキャンセルあると気づかん。魔王、魔王持ってるよ。届く、あの D4 フェスに持ってんだよ。貝殻め、もう貝殻だな。強い、マシュー。いや、みんなありがとう。今日終わるわ。